こんにちは、マスです。今日はアメリカのインフレに反応して金爆上げっていう話です。アメリカの物価上昇が止まりません。10月の物価上昇率は前年同月比で6.2%上昇しました。そして食品とエネルギーを除いた壊指数は4.6%上昇しました。 どちらも30年ぶりの上昇です。さすがに金はこれに反応して、1830ぐらいから1860ぐらいまで上げました。現在の金価格は 1g7552 円です。あと200円で最高値更新します。通常は金利が上がってドルが強くなると金は下がるんですけど、 今回は一緒に上がったんです。なぜかというと、確かに金利は上がってるんですけど、それ以上に物価が上がっちゃってるんです。そうなると、例えば貯金して1%の利息をもらっても、物価が2%上がっていれば1、1%現金減っちゃいますよね。真ん中の線が金利0%なんですけど、 上がプラス、下がマイナスなんですけど、現在はマイナスになってますよね。10年の実質金利がマイナス1.17%ですから、貯金していても毎年1.17%ずつ減っちゃうんです。こういう状況ですから、金でも買っておこうかってなりますよね。これがインフレヘッジの金です。 もちろん、この物価上昇はいつまでも続くわけじゃないんですけど、FRB のパウエル議長はこう言ってます。今月の FOMC で来年の7月から9月期までには収まると。ですので、今回の物価上昇も想定内だった可能性もあります。ですから焦ってないかもしれません。もちろん、 パウエル議長一人の考えで決まるわけじゃないですから、副議長とか理事とかいますから、彼らがどう考えるかです。可能性としては、テーパリング終了の時期が早くなるかもしれません。テーパリングは来年の6月ぐらいに終わる予定なんですけど、これがもしかしたら4月とか早くなるかもしれません。 そしたら間違いなく金は暴落します。テーパリングが早く終わるっていうことは早く金利を上げるっていうことですからすごく反応します。しかし FRB としては急速にテーパリングを進めたくないんです。なぜかというと株式が下がっちゃうからです。しかし今後物価が 7%、8%と上昇したら、確実にテーパリングも利上げも早くなります。今後の物価次第になりますから、よく物価に注目しておいてください。あと、さっきも言ったように、アメリカの中央銀行の誰かがテーパリングを早くするとか言ってくるかもしれませんから、そういう発言には注意です。 下がりますから。では、以上です。ご視聴ありがとうございました。